どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年度版、ゴールドカードおすすめ3選ということでね、今回やっていきたいと思います。で、今回はね、この動画は、一応ね、私はリクマイラーっていうこともありますんで、どっちかというとまあリクマイラー方向けかなっていう感じですね。それではね、行ってみたいと思います。まずこちらね、昨日の動画にもさせていただいた MI カードゴールドプラスですね。年会費が初年度から1万円、かかるクレジットカードとなっておりまして、今ね、こちら公式サイトだとね、年会費キャッシュバックキャンペーンなんかもやっていますし、ポイントサイトにもね、案件出ておりますんで、まあもしね、発行される際はまあ、お得的にはね、ポイントサイトの方がね、まあ結果、まあお得なんですけども、まあね、年会費、初年度から払いたくないっていう方はね、公式サイトから発行するのもね、いいんじゃないかなと思います。で、こちらはですね、三越伊勢丹のクレジットカードで、まあ、初年度からね、8% 還元が受けれるっていうことで、まあ、それ以外の店舗だと、まあ、1% っていうクレジットカードですね。で、これね、利用額に応じて、翌年のね、パーセンテージも変わるということで、もしね、三越伊勢丹を、メインに使われている方はね、かなり、おすすめのクレジットカードとなっております。このクレジットカードはですね、クーポンがもらえまして、まあ、4200円分の、ね、クーポンがもらえたりとか、半年に1回グルメクーポンがもらえたりとかね、結構ね、特典が多いクレジットカードなんですよね。で、さらに羽田空港国際線のティアットラウンジが、まあ、利用できるっていうクレジットカードで、まあ、そこがね、カードラウンジじゃなくて、航空会社がやっているね、ラウンジっていう風になっておりますんで、まあ、食事、アルコール、シャワーっていうのはね、完備されてますんで、まあ、羽田空港ね、メインにされている方は、かなりね、いいんじゃないかなと思います。で、ね、こちら MI カードゴールドプラスっていうクレジットカードで、MI カードゴールドっていう、もう一個ね、ビザカードのクレジットカードもあるんですよね。で、この特典をもう全部いらなくて、ティアットラウンジだけでいいよっていう方はね、そちらの MI カードゴールドっていうクレジットカードでもいいです。そちらだとね、5000円の年会費がかかりますんで、まあこっちだとね、キャッシュバックキャンペーンもやってますんで、ずっと保有されるっていう方はね、まあそちらのビザカードの方がいいと思うんですけども、ちょっと1年間使ってみたいよみたいな感じの時はね、今こっちの方がまあ、支払額的にね、少ないんで、個人的にはね、こっちの方がいいかなと思います。でね、これ、海外のラウンジでも使えて、インチョン国際空港の第1、第2ターミナルでラウンジが使えます。で、ハワイのね、ダニエル系井上空港でも、ラウンジが利用することができます。このクレジットカードはですね、アメックスになってますよね。ですんで、こちらね、手荷物宅配サービスが、無料で受けることができます。こちらは、羽田、成田、関空、中部っていうことで、羽田空港はね、利用できるっていうのはね、かなりおすすめのポイントなんですよね。まあ、結構ね、いろんなクレジットカードで、このテクモーツ宅配サービスはね、割引が受けれるのがね、多いんですけども、無料で利用できて、さらに羽田空港が対象っていうのはね、結構少ないんで、まあ今日ね、紹介するクレジットカード、他のでもまあ対象にあるんですけども、まあこれはね、かなりいいポイントだなっていうふうに思います。で、次ですね、こちらです。セゾン、ゴールドアメックスクレジットカードですね。こちら年会費が、1万円初年度無料で、利用することができます。でね、このセゾン、アメックスゴールドカードはですね、まあ、昨年2回ぐらいあったみたいなんですけども、私ね2回目で参戦したんですけども、永久年会費無料キャンペーンみたいなのをやってまして、私それでねキャンペーン乗れましたんで、年に1回利用するだけで、年会費がねずっとかからないっていうキャンペーンがねやってるんですよね。しかもこれ初年度、今発行しても初年度は無料ですので、もしかしたら今年もまたあるかもしれないんで、そのねキャンペーンが発表して発行するとね、どうやら間に合わないっぽいんですよね。昨年とかまさにそうだったんで、もしねそれをあるかどうかわかんないですけども、もしね狙っていきたいっていう方はね、発行しといた方がいいのかもしれないですね。で、こちらね、基本還元率は 0.7% ということで、そこまで良くないんですけども、セゾンマイルクラブ JAL コースっていう4000円分のね、コースを、登録するとですね、最大で 1.125JAL マイルがね、貯めれるクレジットカードということで、私ね、
チャンネル見ててくれている方はね、まあ、知ってると思うんですけど、今ね JAL マイルについてはまあ完全に勉強中なんですよね。そこまで詳しくないんですよね。ですんであれなんですけども、JAL マイルをね貯めるクレジットカードとしても、1.125% はね、還元率を誇っているということで、まあ、かなりね優秀なクレジットカードとなっております。ですがね ANA マイルを貯めるねクレジットカードとしてはまあ 0.7% っていう還元率なんで、ANA マイルね、貯めるクレジットカードとしてはまあそこまでっていう感じですかね。で、こちらね珍しくねスイカってあるじゃないですか。あちらのチャージもポイント付与対象なんですよね。これ結構珍しいんですよね。で、このセゾンアメックスゴールドカードの特典なんですけども、海外旅行保険がとても充実してるんですよね。すごい充実してる。で、自分もそうなんですけども、家族の、保証も、本会員の方が持ってるだけでね、自動で付帯してくれるんですよね。自動付帯っていうのは、ゴールドカードだとね、まあ、結構あると思うんですけども、家族まで自動付帯っていうのはねなかなか見たことがない特典なんですよね。でさらにですね、飛行機の遅延保証とか乗り継ぎ遅延保証とかもこちらついてるんですよね。ここがねかなりのおすすめポイントですね。であとねもう一つおすすめポイントがあって、プライオリティパスってありますよね。ラウンジの、入れるカードなんですけども、まあ、それがね発行するってなると、今ね国内で一番安いのって楽天プレミアムカードと、実はねこのセゾンアメックスゴールドカードなんですよね。結構ねプライオリティパスって聞くと、楽天プレミアムカードを想像する方すごい多いんですけども、こちらもね1万円追加料金払うと、楽天プレミアムカードと同じプレステージ会員のプライオリティパスをね発行することができるんですよね。うん、ですんで楽天をねすごいメインで使ってる方は、楽天プレミアムカードでプライオリティパス発行する方がいいと思うんですけども、まあ、楽天そこまで使わないよっていう方はね、このセゾンアメックスゴールドカードの方が海外旅行保険がねとても充実しているのと、手荷物宅配サービスもねこのセゾンアメックスゴールドは羽田空港対象でね、まあ、利用することができますんで、まあ、そういう意味ではねかなりいいんですよね。で、海外アシスタントデスクっていうのもこのセゾンゴールドカードにはついてまして、まあ、もしパスポートなくしたりとかね現地でちょっと病気になってしまって、日本語の話せる医師の方がいる、病院を探してほしいとかね、そういう、アシスタントデスクみたいなのがあって、まあ、コンシェルジュとはまた違うと思うんですけども、まあ、ホテルの、ね、予約とかもねやってくれるそうなんで、まあ、こういうのがねいいですよね。っていうので、かなりねこちらおすすめのクレジットカードとなっております。ちょっとねこちらねポイントサイトはちょっとね自分で探していただいて見ていただければなと思います。次にですね、まあ、私の動画で何度となく出ているこちらですね、 SPG アメックスクレジットカードですね。こちらまず、年会費が3万1000円高いですね、かかるクレジットカードで、100円で3ポイント、貯まる、クレジットカードで3ポイント1円っていう感じの計算になります。でこちらは、6万ポイントまで貯めて、一度にねマイレージサービスに交換すると、まあ、ほとんどのマイレージサービスで 1.25% の、交換率をはか、誇るということで、6万ポイント一気に買えると2万5000マイルになるっていうクレジットカードなんですよね。まあ、これが ANA だったり JAL だったりね、まあ、その他ね結構たくさんの中の、航空会社から選ぶことができるっていうのはね、かなりね人気のクレジットカードとなっていて、まあ、さらにねこのクレジットカードを作るだけで、マリオットボンボイグループのホテルの、上級会員のゴールド会員になれるということで、まあ、ゴールド会員になると、客室のアップグレードだったりね、レイトチェックアウトなどがね、利用できるクレジットカードとなっておりますんで、私自身がね今のメインカードっていうのがこの SPG アメックスが、まあ、メインカードなんですよね。まあ、ちょっとねエポスカードとかもね今併用して使ってる感じなんですけども、もともとはねこの SPG アメックスがね、まあ、メインカードっていう風になっていますので、やっぱりね初年度の年会費3万1000円ありますよね。まあ、そちらも入会ボーナスを、うまく使うことによって、まあ、年会費の相殺ができますし、2年目以降はね年会費を更新すると、無料宿泊券がね5万ポイントまでね、のホテルで、宿泊できますんで、
私のね、過去の動画で、W タイムズスクエアニューヨークホテルっていうところにね、まあ私、その5万ポイントでね、宿泊してきたんですけども、すごいね、高いホテルも、シーズンによっては泊まることができるんですよね。うん。ですんでね、この、初年度の年会費はね、ボーナス特典という、ボーナスポイントでね、ちょっとね、少ないポイントで、もうちょっとね、カテゴリー低いホテルにはなるんですけども、まあ、2年目以降はね、5万ポイントのホテルということなんで、この3万1000の年会費よりね、はるかに高いホテルにね、宿泊することも可能ですので、年会費を払ってても、全然ね、そこまで痛くないっていうかね、年会費以上のね、特典が受けれるクレジットカードとなっております。年会2年目以降のね無料宿泊ポイントでね宿泊できるホテルなんですけども、先々週ぐらいねちょっとねカテゴリー変更っていうのがありましたんで、まあ、ちょっと日本国内ね、増えたり減ったりしてるんですけども、まあねこれからもまだ全然ねこの SPG アメックスのね特典自体は、まあ、私個人的にはね、かなりまだ高いと思っておりますんでおすすめとなっております。それではですね、本日紹介したクレジットカードなんですけども、すべてね、個別のブログの記事にも書いておりますんで、ちょっとね、細かい特典が見たいとか、ちょっと繰り返し見たいみたいな時はね、まあ、ちょっとそちらのブログの方はね、ちょっと見やすいかなとかも思いますんで、概要欄にね、ブログの URL も貼っておきますので、もしね、このクレジットカードいいかなと思った際にはね、ぜひそちら見ていただいて、まあ、ちょっと判断材料にしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回の動画は、クレジットカードね、3枚紹介させていただきましたけども、2020年ね多分おそらくゴールドカードの中で私の中でメインになっていくのはこの3枚かなっていう感じでね、紹介させていただきました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。